三菱重工へ、防衛省が、巡航ミサイル量産の正式契約により、巡航ミサイルの量産が開始される。今回は、巡航ミサイル量産に、潜水艦の既存の潜水艦システムの意味を詳しく見ていきますね。既存のシステムとは、533ミリ発射艦のことだよね。最強になるな。日本の海上自衛隊の潜水艦における巡航ミサイルの開発と聞けば、新たに VLS、垂直発射艦を搭載する実証実験艦を建造し、これまでの既存の潜水艦とは別のアプローチを開始することが大きく取り上げられてきた。従来の海上自衛隊のが保有、運用する潜水艦は、通常動力型の攻撃型潜水艦のみであり、その主兵装は、533ミリ魚雷発射艦6門から運用される兵装であるため、こうした VLS、垂直発射艦の装備化を目指すということは、大きな転換点となると考えられたからだ。アメリカ海軍の現行の攻撃型原子力潜水艦であれば、533ミリ魚雷発射艦とは別に、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦を艦隊の背面に標準で装備しているが、それだけに排水量は日本の野茂の倍近い大きさでもある。日本の潜水艦の場合、最新鋭の大鯨型であっても、水中の排水量は4200トン強と召されており、通常動力型としては、これは世界最大規模ではあるとは言うものの、同7800トンのアメリカ海軍のバージニア級と比すれば、その違いは明白だ。したがって、日本が今後 VLS、垂直発射艦を搭載する実証実験艦を建造するにあたっては、その大きさや搭載する VLS、垂直発射艦の数量が、どの程度のものとなるのかにも、大きな注目が集まっていると言ってよいだろう。個人的には、日本が今保有する技術で、建造可能な通常動力型潜水艦の場合、バージニア級クラスの規模とすることは、水中の速力や機動性の上からは非常に困難であり、したがって、バージニア級が搭載する12機の VLS、垂直発射艦より少なくなると考える。そうした状況下、日本の防衛省では、この2023年4月11日に潜水艦から発射する形式の誘導弾の開発を三菱重工業者と取り交わしており、これは4種類の国産の長距離ミサイル、いわゆるスタンドオフミサイル契約の一つである。ちなみに、スタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能な長距離ミサイルのことをそのように呼称しているが、用途は、おおむね、対艦、および、対地攻撃用のミサイルが、これに該当している状態である。また、スタンドオフミサイルとは、確定的に、射程距離がこれだけあればそう呼称するという、定量的な定義があるものではなく、対峙する敵の防空兵器の射程を超過してさえいれば、一応、その条件を満たす、相対的な意味合いのものでもある。ただ、実際には、現状で、日本が、自衛隊の装備として、導入を計画しているスタンドオフミサイルとしては、最低でも、およそ 500km ほどの射程距離は、有しているとされているので、この値が、一つの目安にはなるだろう。しかし、裏を返せば、敵の防空兵器の射程距離が、仮に 1000km に達したとするならば、それ以下の射程距離のものは、スタンドオフミサイルとは呼べないことになり、あくまでも相対的な呼称であることには留意すべきとも言えよう。今回、防衛省が三菱重工業者と結んだ、この潜水艦から発射する形式の誘導弾の開発契約は、先に挙げた VLS、垂直発射艦から運用されるものは、派別に、既存の533ミリ魚雷発射艦から発
発射する形式のもとなっている。世界的に見れば、こうした533ミリ魚雷発射艦から、スタンドオフミサイルを運用している例としては、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦があり、同艦は、トマホーク巡航ミサイルの専用バージョンを搭載している。こうしたイギリス海軍のスチュアート級のような実例の存在を聞けば、海上自衛隊でも、同様に、専用のトマホーク巡航ミサイルを調達すればよいと思われるかもしれないが、そう、いいとはことは運べない。イギリス海軍のアスチュート級が搭載している533ミリ魚雷発射艦から、運用可能なバージョンのトマホーク巡航ミサイルは、すでに生産ラインから、外れており、日本側の希望と都合のみで、この再開を実施させることは困難と見られている。そのため、今回の潜水艦から発射する形式の誘導弾の開発も、三菱重工業者が引き受けることとなり、既存の17式対艦誘導弾もしくは、開発中の12式地対艦誘導弾の能力向上型の専用バージョンが、それに用いられるのだろう。まあ、実際には、17式艦対艦誘導弾も、オリジナルの12式地対艦誘導弾をルーツとして開発されたものであるため、講義の意味としては、12式地対艦誘導弾の派生形と考えておいても、何ら間違いではないと言えるのではないだろうか。日本が、潜水艦に、VLS、垂直発射艦を搭載する、実証実験艦を建造する意図としては、533ミリ魚雷発射から同じようにスタンドオフミサイルを運用することも可能とはいえ、一度に攻撃に使用可能な数の違いがあったと思われる。日本の海上自衛隊が保有、運用している従来の潜水艦は533ミリ魚雷発射を6門装備しているが、自衛の目的で少なくとも2門には長魚雷を装填しておく必要があり、その場合残り4門分しかスタンドオフミサイルには回せない計算となる。いずれにせよ、自身の位置を敵に特定されずに行動することが求められる潜水艦において、海中からミサイルや魚雷を発射してしまえば、その位置を把握されてしまうため、それらの発射後には速やかに移動する必要が生じる。そうなると533ミリ魚雷発射から一度に発射することが可能なスタンドオフミサイルの数は最大で4発となり、これでは本体も亜音速で飛翔する同ミサイルは迎撃の可能性も加味して少なすぎると指摘する声もあった。ただし、そもそも論ではあるが、未だ一隻の VLS 垂直発射艦搭載の潜水艦を持たず、今から実証実験艦を建造して、その有用性を確認しようとする日本にとっては、その同時攻撃数の方を論じることは、拙速にも感じられる。それに対して、海上自衛隊の現行の潜水艦隊は、昨年2022年3月に、最新鋭の太平洋型の一番艦にしてネームシップである、太平洋の収益によって、当面の目標としていた、22隻体制を構築することに成功している。それを考慮すれば、同時発射が可能なスタンドオフミサイルの数を、川山用的に、あれこれというよりも、これら既存の潜水艦の作戦能力の拡大を図ることは必須であり、533ミリ魚雷発射から運用可能な同ミサイルの配備は理にかなっているだろう。スタンドオフミサイルといえば、日本政府もその長射程で対地攻撃も可能な能力から反撃能力と従来からの敵基地攻撃能力と呼んでいた名称を刷新して懲罰的な抑止力を有することを前面に押し出しているように見える。これは北朝鮮による各種の弾道弾や巡航ミサイルの脅威に対して、
それをさせないための手段となることを前提としているようだが、実際には、南西諸島方面に、有事の際に接近してくるであろう、中国海軍への対抗策としての使用が想定される。これら中国海軍の艦艇に対し、その南西諸島方面への接近を阻止するため、これらスタンドオフミサイルは、その追艦攻撃用兵器の今後の用となるものだと、個人的には感じているのだが、その用途は前面に出されていないようにも感じる。それは、あからさまに中国海軍を標的とすることを、中国への配慮もあって伏せているようにすら映るのだが、今の日本の置かれた危機的な安全保障環境を鑑みれば、国民からの支持は容易に得られるはずである。ロシア・ウクライナ戦争の兴起によって、いかなレアなケースとは言っても、一定規模以上の国同士が戦争に及ぶ可能性を目の当たりにした今は、より一層持てる兵器を喧伝する方が抑止力になると思えてならない。